最初に言っておきますけれどもね、全然寄せてないんで、はい、その辺はご了承いただいて、自分がキッピッターンとか言ったら、笑ってやってください。早送りでもいいんですよ。はい、じいちゃん満点芝生か、ばあちゃんリバーでウォッシュ。僕、お家にこもってゲーム、PC エンジンバイハドソン。毎日遊べる夏休み、イージーモードエブリデイ。高橋明治、バンゲリングベイ、天外魔境2。ファミコン1日1時間でも PC エンジン3時間メガドライブネオジオゲームボーイアドバンス勉強宿題そっちのけじいちゃんばあちゃんもうカンカン団子投げつけ言いました。毎日ゴロゴロしてるような子は鬼ヶ島にでも行きなさい。祖父母の怒りを買い家を追い出された太郎少年、渡されたのは岡山県名物きび団子、ただそれだけ。ぬるい人生歩んできた彼に鬼は退治できるのか、太郎少年の運命やいかに。はい、キッピッタン、キッピッキッピッタン、おにたいじ、おにおにたいじ、キッピッタン、キッピッキッピッタン、おにたいじ、おにおにたいじ、キッピッタン、キッピッキッピッタン、おにたいじ、魂の16連射、キッピッタン、キッピッキッピッタン、おにたいじ、おにおにたいじ、キッピッタン、キビキビタン、オニタイジ、魂の16連射。はあ、最近覚えたんでね、2番はね、ちょっとまだ歌えないんですけど、ね、PV 見たことある人は多分分かると思うんですけど、これ最後ね、キビは、キビじゃないんだ、キジがね、戦力外になるんですけど、その記事に載ってるんですよ、最後なんか知らないけど。それ何なんだ、あの PV で、なんか記事だよね、あれね。記事に載って鬼ヶ島に行くとこで続くってなってるんですよ。で、続くってことは何、まだ続きがあるのみたいな。でもこれ何年、2015年ぐらいのリリースなんですけど、出てないじゃないですか、その後。出てんねんかな、ちょっと分かんないんで教えてほしいんですけど、続編が出てたらちょっとまた教えてください。これちょっとよくわかんないんでね、興味本位で歌ってしまった桃太郎という歌なんですけど、まあ歌ってる人いますよ。ひまわりママさん歌ってます。それからね、誰だっけ、にゃんこも歌ってますね。旅猫さんも歌ってます。関田さんも歌ってます。はい、女性ばっかり、まあ当たり前か。女性の歌だもんね。男性誰か歌って自分しか勇気出してね、キッピッターって言ったんだ。これ結構恥ずかしいですよ。まあね、懐かしいね、ファミコンだとか PC エンジンだとかそういう言葉が出てきたんで、歌っちゃうんですよね、どうしても。このヘイヘイホーっていうとこが好き。六角ヘイヘイホーっていうとこね、予作じゃないけどね。はい、てなわけで、今日はちょっと名前まで呼べないかな。暑いね、本当に。もう夏じゃねえかっていうぐらい暑い日が続いてますけども、体調管理には十分に気をつけてください。自分が言うのもなんですけどね。はい、ではでは、また明日です。キープオンスマイリング。